軽くかけない、うん、軽くちょっと待って今この人よだれ垂らしましたこのリボン取って顔なきゃふわってやって私よってやらなきゃいやできないっしょ、うん、できない、うん、ごめん、うん、あ、これもやりました、カルタカルタやるよねサンタさんなんでそう、サンタさんにもらったカルタ大会みたいなのやりましたやったやった、サンタさんにもらったひな祭り、ひな祭りあれなんか二人帽子かぶってません違う、おそろっちにしたかったのおそろっちに、おそろっちって言葉も古いのかなってないとかなってない、なってないなってない、なってない、なってない、なってなっちゃった長いなっちゃった一松人形の髪が伸びるみたいな、うん、あ、それ知ってる知ってる髪伸びたりアンジュルムになってねなってね約3ヶ月ぐらいそうだね1月ぐらいねまあ、うん、どうかな今っていう話そうですねあのねえ待って待って待ってちょっと待っておかしいでしょこれありがとうございますあのひな祭りといえばねうるさいひな祭りは、はい、3月3日じゃないですかそれで3月なんですよ聞いてください3月なんですよそうなんだお手本はい、やりましたもうできた嘘、でも向けて向けてできてない、両方つぶってるできてないですか新しい引き出しが増えた、ね、そうだよ、うん、新たな扉が開いた気がする今やったーケーキ好きなんだ甘いものが好きなのでもケーキ、生クリームはあんま好きじゃないんですよでもめんどくさいねえ、でピンクちゃんえ、中くらいいいよね、私取れない味わかんないよ、絶対にほとんどね、こうアイリーの声全部抜けててるからなんかつくえ、なになこれ歌うの歌ってリンゴなんでリンゴに反応したほんにまあこれも無理して笑ってるんだけど空気を読まずに空気読まずに自分の意見で、はい、オッケー、はい、オッケーひつまぶしってすごい美味しいんですよ前行ったから、メンバーみんなでね感動するね本当にどうですかどうですかねえ、高校2年生になっちゃいますよ、あっという間に素晴らしいね素晴らしい歩用作文ができましたにぎやかですねはい私ここら辺りがちょっとあれそんなはっきり言うどうしようやばいやばいせーの両思いなんだよこれ